名前とは裏腹に昔から俺には不自然かつ理不尽に小さな不幸が降りかかる。そして俺はやっと一つの真実にたどり着いた。俺は不幸体質であると。他人を不幸に巻き込まないため、俺は人との浅い交流を保ち、期待通りの性格を演じ、普通の人のふりをしてきた。だから特定の人と仲良くなれたことはない。飲み会だる。まあ適当に浅い知り合い作って無難に乗り切ればいい。どうせ俺は危ない。死ぬ。大丈夫か。大丈夫です。顔がいい人種ならよかった。どっか痛めてないか。無理やり引っ張ったし。いや大丈夫です。ありがとうございました。ごっ、ちょっとその手わあ、すみません。治療よ、やってやって。いいよ、こんくらい。でも弾み傷だし、それにあんたが大怪我するより全然いい。なんだこのイケメン、こんなこと言うやつマジで存在するの。うわ、割り箸きれいに割れた。いつも冷めてて麺も伸びてるのにこんなにうまいのマジで初めてだ。はあ、コーヒーも美味しい。参ったな、これ重いな。コーヒーも重いな。うん、あれそう、うわ、あれは来るぞ、来る、絶対来る。重い。重い。この方手伝いますよ。ありがとう。はい、ありがとう。コーヒー、なんだこれ、面白そう。当たらない。次どこ行こっかな。どうしよう。すっごい良くなりました。ありがとう。え、怒られない。すっごい良くなりました。次どこ行こっかな。どこ行く。そうだな、どうしよっかな。え、おばあら、おろばた。ずっと来られてたんだけど、福原目キラッキラだからさ。ああ、つい。でも本当に楽しかったから。
あ、今の、え、恋人ならキスくらいするだろう。え、これからよろしくな。え、やばい、めっちゃプニプニなんだけど。え、マジで、なんかこれ友達っぽくない？もしかしてこれもこいつのおかげ？やばいね、プニプニだ。おい、嫌がってんだろ。お、福原ちゃん独り占めすんなよ。うるせえ、ほらお前ら次講義だろ。あ、あ、やべやべ、ほら麦行こう。こいつらどうせ教えてくんないしさ。お前単位やばいじゃん。そういえば、あの、ごめん、今僕なんかした？いや、俺が嫌だった。福原が俺以外のやつに触れられてんの我慢できなくて。余裕なくて悪い。その顔でそんなこと言われたら破壊力半端ないんですけど。聞いてないんだけど。なんて、これくらい想定内だ。歩きと電車でも余裕余裕。しのすけか、しのすけ生きとったんか。しのすけ、なまったく生き別れた弟と間違われるなんてとんだタイムロスだ。工事中？はあ、くっそ、泣いてねえ。つか、今何時だ？ん？え？まさか。ダメ！謝るなぁ！何すんだよ！危ないだろうが。え？飛び降りようとしてたんじゃないんですか？いや、かゆくてさ、君も水虫には気をつけなよ。どうしよう、これじゃ篠宮に連絡できない。とにかく今は少しでも早く待ち合わせ場所にたどり着かねえと。無事ついてよかったです。すいません、なの俺もありがとうございました。あ、いえいえいえ、当然のことをしたまでです。お大事に。じゃあ。はあ、もうかなりの時間待たせてる。せめて篠宮のスマホ番号を暗記しておけば。あ、あの、俺乗ります。すいません。you
ぱり。福原、篠宮くん、本当ごめん。まさかまだ待っててくれたなんて。僕いろいろあって連絡しようと思ったんだけど、スマホは壊れちゃうし、番号もスマホに入ってるから分かんなくて。本当ごめん。家まで送るよ。いっぱいいる。かわいい。ちょっと何やってんの。それはダメだろ。ちょっとあっちもいるよ。角みたいなやつ。本当だ。見たことないの。もうアザラシ、アザラシ。え？なんか立ってる。立ってるアザラシ。ジャンプしたら変わんないですね。全然いる。全然いるじゃんね。もうアザラシは強いし。はい、次来た、ペンギン。ペンギン、岩飛びペンギン。ペンギンがいる。かわいい。ちょっとこんな眺めしてみて。でんでん。すごくね。すごい。めちゃくちゃすごい。え、ちょっと座ってみようかな。いや、やばいよ、でもそれ。うわぁ、マジで。ぜひー。うわ、これ。やば。マジで、でっか。ほんとぐらい。すげえ。危ねえ。これ絶対行ったらダメなやつ。ああ、いや、いきなり篠宮くん家に行くのは緊張するから、そのまた今度でいいかな。じゃあキスは？え？
恋人同士だろ。キスって大丈夫、誰もいねえし。5秒以内まで待つ。5秒？5、4。ちょ、ま、無理だって、ダメだって。3、2、1。私は今度許可もらったらするから。じゃあ行こっか。うん。嫌だとかやめろとかいくらでも言えたのに、拒めなかった。それどころか、俺なんでこんなドキドキしてんの？もしかしてこれ避けられてんじゃん。おい、水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 。え、ああ、八代先輩。いやいやいや、止めなくちゃ。水浸しで。おい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 。たく、大丈夫か？これくらい全然。そうじゃなくて、なんか深刻そうな顔してたからさ、きっと水浸しになるよりも気になることがあったんだろ。そっか、俺今初めて自分の不幸より。他のことを考えてるんだ。福原くん、おい、福原くん、福原くん、大丈夫か？おい、魂どっか行ってたぞ。マジで何があった？お、いえ、何も。いやいや、なんだよその顔。絶対なんかあったろ。何もない。ほら、先輩に話してみろ。いや、何もないって。何があったんだ。ちょ、八代先輩、ほんとに何もない。ちょっとやめてください、八代先輩。ほんと、ほら、話しやすくなっただろ。ほんとに何もない。絶対やる。いや、何もない、ほんとに。ちょっと、八代先輩、話してみろ。ほんとに何もない。それなら、僕も気になることがあるんだけど。僕のこと避けてたよね。僕のこと嫌いになった？さあ答えろ、篠宮。それは違う。俺さ、お前のこと大事だからさ。ちょっと待って。でも一緒にいると手出したくなるつうか、なんかもう抑えられなくなって。え、ちょ待って、何？近っ。この近さは無理。頭に内容が入ってこねえ。分かったから、だから離れ。うわ、この体勢はやばいって、まずいって。福原、僕そういうのはまだ早いと思う。僕やっちまった。どうしよう。まずは布団に。裸だし、てか気失ってるし、動かさない方が。救急車。待って。ごめん。大丈夫か？Ah!
四宮のバカマジで使えねえよ、ほんと。いってえな、お前。おめえもさっきそう言ってたじゃねえか。え、そうだっけ。いや、だってよ、四宮でチケ申し込んだら勝ちレースだろ。また金稼げると思ったんだよな。さっき四宮に絡んでた。で、稼いだ金で直子と合意すんだろ。バカやろ、お前。あいつがもったいないことしてっから俺が有効に使ってやってんだよ。四宮こんなやつに好かれてかわいそう。好きじゃねえよ別に。あいつの強運しか興味ねえじゃん。確かにな。そう、だからワンチャン競馬とかで3連単とか行ったら。何何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 てめえ何すんだこれ。黙れクソ野郎。だとてめえこれ。うっせえな。それはクズ根性を改めろ。ふざけんなだめ。おめえがふざけんなよ。ちゃんとおめえこの野郎。ちょっとお前も黙れ。てめえら見てるとムカつくんだよ。自分見てるみてえだよ。意味わかんねえよ。立てこら、おい。さっきまでの勢いどこ行ったこら。俺やり返してこい。おい、来いよ。おれ。俺もこいつらと一緒だ。あいつ自身を見ずに強運だけを見て。危ない。あ？俺。篠宮はすげえよ。欲しいもん全部持ってて妬ましいよ。けど篠宮は強運だけが勝ちのやつじゃねえ。それを人に分けることができんだよ。だから大事にされてんだ。誰にでもできることじゃねえ。てめえらみてえな罪悪感すらねえクズが忍びやかたんだ。って返すね。そしたらこれからどうするか。ああもう大丈夫。次の授業は出るよ。じゃなくて、ん？やり直すなら友人と恋人どっちがいい？どっちって言われても。大事なことだ。ちゃんと話し合っておかないと。真面目か。で、どっちにする？恋人は調子良すぎるか。友人で。え？何？俺は恋人がいい。次の授業ここの教室じゃなかった。あれ上の階って言ってなかった。あ、いや、その恋人できるかななんてね。こっち見ろ。俺は真剣だ。考えてみろ。友人と恋人じゃできることが違いすぎると思わないか。まあ俺は恋人の一択しかねえんだけど。そ
それはその大丈夫、福原も俺のこと好きになる、必ず振り向かせるから、今俺を振るの待ってほしい。俺も男だぞ、やられっぱなしじゃムカつくよな。なあ直也、何するつもりだよ。何ってキスだろうが、じっとしてろ。え、キス？法律なんてクソくれ、黙って口出せっこれ。おう、じゃあ。するんだろ？するよ。うん。じゃあ。しないのか？え、そのやっぱりまだそういうのは心の準備が。じゃあキスがまだなら一緒に寝よっか。え、順番いろいろ間違ってるだろう。だから笑うな。何？コウタのこういう顔見れるの俺だけなんだなって。え、誰にも見せるなよ。直哉以外に見たがるやつなんていねえし。じゃあ一緒に寝んのも我慢するから一緒にあればどじゃないんかい。なんで筋トレ。コートと前に話したろ。へえ、僕も体もこれくらい筋肉がついてたらな。じゃあ一緒に筋トレすっか。ああ、それに鍛えればつまずいたり転んだりしなくなるって。よし、どんどんいい汗かこうぜ。おい、起きな。おう、行くぞ。うん、一、おいど、二、え、頑張れ。おい、もっと、あと二回。行くぞ。はい。頑張れー。きつい？マジで。明日筋肉痛になりそう。でもなんか気持ちよかった。そっか。よかったな。はい。その夜は筋トレで疲れ果てたせいか、布団に入るなり何事もなく二人ともぐっすり。え、ご苦労様です。お疲れ様です。なんか10時間くらいかかって、なんかスマホでなんかニュースで、なんか人差し指みたいです。なんか俺には幼い頃から常に小さな不幸が降りかかってきた。だから大抵の不幸には慣れているが、いやでも今回のは、おいおい、これ超絶ヤバい状況じゃねえ。
こちら銀行強盗犯が立てこもっているマンションです。犯人は今もなおこのマンションの住人の若い男性を一人人質にしています。立てこもってからすでに15時間が経過しようとしており、安否が心配されます。もっと生きていたかったな、直也と一緒に。花屋さん下がってください。なんかどうぞ。はい、事件です。下がってください。事件危ないです。そこの方も下がってください。ここ開けてください。コータ直也、おい、コート大丈夫か？お願いします。俺が代わりに人質になりますから。ここ開けてください。コータ、まだ銀行強盗犯は人質を取ったままマンションに立てこもって、あ、今誰か出てきました。どの人が犯人でどの人が被害者の方なのでしょうか。ちゃんと償って出ておいで。もうちゃんと償うわ私。じゃあ刑事さん、彼女をお願いします。あ、ちなみにこれおもちゃです。あの人が犯人のようです。行くぞ。今連行されていきます。銀行強盗犯が連行されていきます。取ります、道開けてください。取ります、道開けてください。取ります、道開けてください。マジでこいつ。一緒にいるうちにコータのことがもっと愛おしくなって、だからコータがどんな理由で俺に近づいてきたとしても構わなかった。なのにあんなこと言われるから。篠宮君にもう一つ話があるんだけど、付き合ってほしいなって。本当に嬉しかったんだ。嘘の恋人でもいい、俺はコータの喜ぶ顔が見られるだけで、それだけでいいって。違う、嘘の恋人なんかじゃねえ。言ったろ、俺は不幸だから直也と一緒にいるんじゃない。俺は直也のことマジで好きだから一緒にいるんだ。だから素直に俺と恋人として付き合いやがれ。あ、俺つい、おい、だから笑うとこじゃねえだろ今。おい笑うなって。笑うとこじゃ言わねえ。いやもう言わない。やだやだ、もう一回言え。直也が言う、なんで俺が言う。そして本当に何もなく目覚めた朝、どうやら直也は俺が慣れるまで待っててくれるらしい。けど物足りねえってちょっと思ってしまったり。起きねえ。なんで起きてる時に死ねえかな。あ、
起きてたの。今ので起きた。なあ、なんで起きてる時に死ねえ。いや、せかなった。なあ、おでんって。わしの、メイク、助けて。なあ、せこくないか。ありがとうございます。おめでとうございます。